はい、こんにちは。生態転移魔法の谷内です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、全くコンテンツはないんですけれども、今までですね、使ってたベッドをですね、古くなったわけじゃないんですけど、よりですね、お客様にですね、安心安全な施術をお届けするためにですね、ちょっと、ベッド買うたんで、今ちょっと入れ替えてる最中なんですね。で、それをちょっと動画に収めとこうかなと思って、これ撮らせていただいてます。ですので特にコンテンツはないので、もうええわ言う人は×ボタンを押して違う動画を見てください。はい、それでは早速ね、組み立てていきたいと思います。組み立て式なんでね、ちょっとやっていきたいと思います。高田のベッドいうやつを買ったんですけどね、こんな感じでね、届いたんですけどね、僕もまだ開けてないんですよ。もちろんカタログではね、見てて注文はしてますけど、こんな色ですね。確か17、8キロあるって書いてたんでね、結構重たいわけですね。どうなんでしょう。重たっ。ワンタッチで開けれるか。高田のベッドはですね、医療用なんでね、かなり頑丈に作られております。はい、今までのベッドはね、ちょっともちろん専門業者から買っててええやつなんですけど、ちょっと安定性がなかったんで、こっちのね、治療用ベッドで、これからさせていただきます。はい、なるほどね。はいはいはい。はいはいはい。これでいいか。これでいいのかな。あ、分かった分かった。いいはいはい。僕はね、結構こういうのを組み立てるのが得意なんですよ。こういったナットとネジでね、固定してます。
よっしゃ、いったいった。これは頑丈そうですね。さすが高田のベッド。これはすごいですよ。ちょっと角度を変えて、こんな感じになってます。はい、前側をね、これ硬いな。これどうなんやろうな。こういう感じか。ちょっと今後半つけるのを見すぎましたね。ナットの位置が、よし、これでええんちゃいますか。よし、よっ、よっ、よし、これで行けました。組み立て終わりました。かなり頑丈です。こうなんて言うんでしょうか、足がですね、これもう8本で立ってますね。足が8本で立ってて、見えますかね、こことかね、こことかがちょっと頑丈になってます。はいはい、今日はですね、高田のベッドを組み立てるというですね、内容となっておりました。期待してね、見ていただいた方すいませんでした。これからもですね、美容健康に関する有益な情報を発信できるように、日々、お客様とですね、向き合って頑張っていきますんで、よろしくお願いします。今日のね、動画がちょっと面白いなと思ったら、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは失礼します。